はい、こんにちは、皆さん。見るだけでパワーアップガッツアミリンです。えー、前回ね、<laughs> アミリンのお腹がぽっこりしていることね。 えー、それの言い訳に聞こえたかと思いますけども、えー、ね、それ、アミリンだけじゃなくてね、インドの行者インドの行者さんですね、のお腹もぽっこり膨れてますよ、という、うことでお話をしました。ね、<laughs> で、えー、その中でね、えー、アミリンの腸も、え、インドの行者の腸もね、えー、鍛えられて、 鍛えられて大きく強くなったんだということでお話しましたけども、その中でですね、えー、腸が鍛えられるっていうのはどういうことなのということで、えー、お話ができたと思っております。えー、っとね、今日もこちら、体の中の外界腸の不思議ということで、えー、ブルーバックスですね、講談社間の中からこの、えー、図表をですね、拡大コピーして、ね、お話できたらと思っております。 はい。で、ええー、ね、筋肉。ね、筋肉。ちょっと、いや。<laughs> あんまり筋肉ないですけど、この筋肉ね、筋肉。筋肉は腸にもあります。腸にもありますね。えー、この腸の神経系っていう図なんですけどもね、腸にも当然筋肉がありまして、これがね、これが腸の管。腸の管ですよ。 えー、腸の管を拡大、えー、断面図ですかね。ってしておりまして、ここにね、それをまた大きく拡大しているわけです。こちらが、えー、腸の内側ですね。ここをこう、食べ物が通っていくということですね。この粘膜で、その下に、えー、いろいろこうあるわけですね。で、その中に当然のことながら、筋肉があるんですね。筋肉。こちらが、えー、臨層筋と書いてありますでこちらが重層筋ということで、 えー、二種類筋肉が腸にはあるんですね。えー、それ、それ、その筋肉が動いて、ぐぐグっググと動いて、ね、それで、えー、食物、えー、食物が入ってきたことを認識して、全動運動ですね。全動運動。食べ物を、おね、胃から、小腸、大腸にと送っていくという、この全動運動をする中で、食べ物が、 栄養分として私たちの体に取り込まれるということになるわけですね。だからね、えー、筋肉があるということ。腸にもね、当然のことながら筋肉があって、それが臨層筋っていうのと重層筋っていうのがありますよと。これがね、複雑に絡み合ってね、えー、動いてますよっていうことなんですよね。で、その当然のことながら筋肉を働かせるためにはね、神経が必要です。神経が。 えーね、この筋肉を、この筋肉を、腕の筋肉を動かすとにね、えー、脳みそとかね、が、それとかもこっちらあのね、脊髄とかの、えー、筋肉は必要なように、この腸の筋肉を動かすために、当然のことながら神経が必要です。で、腸の場合は、立派なマーがついてるんですね。マイスナー神経層っていうのと、アウエルバッハ神経層ということで、えー、筋肉を挟むような形でね、 えー、神経がこう通っておりますね。これたちが、これ,これたちがというかね、えー、彼らが一生懸命考えて、一生懸命考えて、一生懸命観察して、ね、一生懸命この筋肉を動かしているわけですね。だ,だからね、ものすごい賢いんですよ。いわ,いいわゆる自律神経っていうことですね。えー、頭脳とかの寛容を受けずに自分たちだけで判断して動かしているということですね。すごいやつですね。 マイスナー神経層、アウエルバッハ神経層ということですね。で、えー、動かしまして、ね、えー、プラス、ね、えー、インドの修行層、修行層の場合は修行して、行者、行事、えー、修行して、このね、筋肉を鍛えるわけですね。筋肉がね、パワーアップするわけです。パワーアップしたらどうなるか、ね。腕の筋肉もね、ぐっと鍛えれば鍛えるほど、こう、大きくなりますね。アミリンは細腕ですけども、 この筋肉、筋肉が大きくなって、当然のことながら、肉厚になりますよね。肉厚になります。臨層筋と重層筋が肉厚になって、当然のことながら、面積、体積が大きくなって、当然のことながら、ね、ここが大きくなるわけですね。ここが大きくなって、で、行者、インドの行者もお腹ぽっこり、ね、 えー、アミリンもお腹ぽっこりということでですね <laughs>。お腹ぽっこりの理由がお分かりいただけましたでしょうかということで、今日はそろそろ終わりにしたいと思っております。それじゃあ皆さん、さよならバイバイ。